ちは。こんにちは。はい。はい。速報です。はい。はい。中日立浪監督が突然の辞任表明ということで。そうだね。はい。ちょっとびっくりしましたけれども。まあ、びっくりしたけども。まあ、本当にお疲れ様でした、3年間。ね。ねまあ、先に言っておきますけども。はい。ね。ちょっとこう SNS でも今こうトレンド入りしたりして、まあそうだね、話題になってますけれども、はい、3年目、はい、今日現在で、54勝72敗8分けとなってちょっと最下位にまたなってしまったようなんですが、はい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 、どうなんでしょう、この最下位になってしまったっていうタイミングで発表っていうのは、やっぱ今季に欠けてる、思いっていうのはすごくあったと思うしね、うん、まあ、再開云々というよりも、うん、やっぱこう結果を今年出せなかったというね、うん、そういう思いが、まあ、そういうような決断をさせたと思うんだけども、うん、まあでも振り返ってみるとね、監督就任が決まって、はい、挨拶もらって、うん、でコーチとかどうするんやとか、うん、いう話があった時に最初ね、はい、まあいろいろ話をしたんだけども、うん、まあなんか本当に希望を持ってね、うん、中日に愛着があって、うん、やっぱ中日をずっと待ってて、うん、それまでいろんなコーチのオファーだとか、うん、いろんなところから声がかかったにもかかわらず、うん、中日を待って、うん、あよかったな、待ってて待った甲斐があったなっていうようなことからちょっと始まってね、うん、まあそれで、まあ実際、ユニフォーム着れば、うん、まあ、外野手だらけだったという、まあ内野手がいなかったというね、うん、まあ、現状から始まって、はい、いやこれはまあ大変だなっていうようなね、うん、まあ、ことからちょっと監督業が始まったんだよね。で、まあ、キャンプの当然顔出したりとか、うん、まあ、いろいろしたんだけども、はい、まあ、とにかくこのチームを強くしたいということでね、うん、まあ、いろいろこう動いたりトレードしたり、いろいろあったけども、うん、まあ、だけど、まあ、結局はちょっと失速をしてしまったというね。まあ、ドラフトなんかでもね、こういろいろと試行錯誤が見えるようなね、まあ、そうだね、選手の取り方であったりとかね、ただね、うん、観客動員が減ってる、うん、そういうところを立浪監督が変えることによって、うん、収穫力というかそれはやっぱあったし、やっぱり人気があった監督だよ ね、まあ、賛否いろいろあるけども、うん、あそこでなんで送らないんだとか、うん、なんでこうしないんだああしないんだって、まあ、言ったらキリがないよ、うん、それはもうその人たちの理想で喋ってるだけでね、うん、まあ我々も含めてそうなんだけども、うん、まあだけどやることは本当に一生懸命やってたなっていうね、うん、まあ感じがするよ、ね、まあ、それと、まあ、昨年、まあ今年もそうだけども、まあ、顔出した時にね、まあ、球場なり、うん、試合前の練習なり、まあ、顔出した時にやっぱずっとやっぱ前向きなんだよね、話すことが、あのね、うん、マイナスって全くないのよ彼は、うん、いやもう江田さんこれ見といてくださいよ、この選手は良くなるとか、うん、この選手はねこういうとこがいいんですよとか、うん、ね、この選手はねもう少しこうしたら良くなるんだけどねこれがね分かってくれないんですよとか、うん、でも分からせるようにね頑張るとか、もう本当にね報道されてない部分これ言うけど、うん、やっぱねずーっとポジティブでいてくれたよ、うん、タツはね、うん、なんて言うんだろうな、まあ名監督はね、うん、名選手は名監督にならないとか、うん、まあそういう記事も目にしたけども、うん、いや確実に強くしてるよね、一時期ね首位にもなりましたしね、まあそうだね、うん、で確実に何て言うのかな、今年でもね、まあ、春先首位、まあ、に一時立ったりだとか、うん、やっぱね強さっていうのはここのとこ出てきてるし、うん、打てなかったチームがやっぱ打てるようになってきてるよ、うん、ほんとね3年目なんかまた違ったね中日見えましたよね、まあ、そうだね、うん、だからそれを考えるとやっぱ悔しいやろうなと思いながらさ、本当ですね、まあでも責任はね、うん、まあ我にありということで、うん、やっぱこう
辞めるという決断をしたんだろうけども、やっぱり、ね、あと2年ぐらいやらせてあげるとね、2年ぐらいやっぱ気持ちが持つんであれば、やらせてあげたかったなっていうふうに、まあ個人的には思うね。確かにそうですね、やっぱこう、なんて言うんだろう、若手もやっぱ育ってきてるよ、ピッチャーにしてもね、いやだから本当になんか心差し半ばで、辞めていかなきゃいけないっていうね、気持ちっていうのは、まあ、桂上監督のことを考えると、まあなん、まあ、性格も知ってるしな、まあ辛いだろうなとは思うけどもね、でも潔いっちゃいそう、潔いよね、まあ自分の中でこう3年目ね、多分かけてる部分もあって、まあこういうタイミングで辞任というふうにはなったんですけれども、まあね、現役時代からもうほんと中日一筋でね、まあそうだね、まあ、中日をずっと愛してるし ね、中日のファンもすごく大事にしてるところがあって、絶対強くしたいとかそういう気持ちは本当ね1ミリもずれることがなかったよ、その気持ちはねファンの方はねでも最後まで分かっておいてほしいと思うし、でまあ同僚の片岡ね、まあ1年間だったけどもあれが2年間だったらどうだっただろうなっていうね、なんかものすごいこういいコンビに見えてますね、まあいいコンビにも見えるし、やっぱぶつかったところもあると思うけども、まあでね、中ではね、まあだけどいいものを探しながら2人でね、強くしていくんやろうなと思って期待もしてたし、まあ期待通りにやっぱこう強くはなってきてたしね、ただ結果がまあこういう風になっただけでね、もうチームは本当に強くなってる、戦う集団にはなってる、だからただやっぱ結果の世界やからな、だからまあまあ現在6位ということでね、まあ結果が出てないと言われればまあそうかもわからないけども、でもチームカラーとかチームの雰囲気だとかまあそういうのが確実に変わったね、まあいろいろね本当にありましたけど3年間、まあそうだ ねミスタードラゴンズ立浪監督、ねえやっぱりこうねあのユニフォーム着てる姿はかっこよかったですよね、まあそれかっこいいよ似合いますね、まあ、彼はあのかっこいいと思うし、なんていうのかな、そうだな、まあちょっと変わった野球感っていうのはあるよね、まあ、ちょっと人と違うやっぱ天才型やなっていうところは、まあ、あるし、でもそれがこうハマっていくとすごく面白かったんだろうなっていう、まあ、ところもあるし、まあそのなんていうの固定観念みたいなのがあるじゃない、こうじゃなきゃいけないああじゃなきゃいけない、でもそれを取っ払おうとして、失敗して「え何やってんの?」って言われたことはたくさんあると思うけども、やっぱ弱いチームが固定観念を持って戦うとやっぱこう強いチームには勝てないんだよね、だからそういう意味ではその固定観念をこう外してえここ送らないっていうところを強行に行ったりだとか、いやいやこれが先行ってこういう経験が結びつくんだみたいな、まあ、そういうところも選手にはこう教えたかったんだと思うしね、まあ、最初の頃っていうのはなんかそれがなんか伝わってなかったような、まあ、そんな感じがするよ、それでヘッド片岡ヘッドが来て初めてその真意というかそういうものが分かり出してきてなんかここに来て打てるようになったっていうような俺は感じがしてならないんだよね、だからもう少し時間がないかなっていうような、まあ、そんな感じはしたけどもね、いやなんかこういった報道になるとね本当寂しい気持ちが、いや寂しいな、豊さんなんてねこうもともとね交流深いというかね仲が良かったりもするのでね、いろいろ思いはあると思うんですけど、いやなんかこう今年のキャンプでも思い出すのがさ、なんかロドリゲスというね、まあ、ショートの若い子がいて、ですごく、まあ、本当に良かったね、将来性豊かな、まあ、選手だったんだけども、まあ、そういうのを見つけた時に
たまたま行った時にね、いや今日は豊さんいい日になりましたよって豊さん来てくれるし、あの子ショート見てくださいよって、うん、あれ将来的に面白い選手になりますよって、うん、なんかそんなことを言ってくれるのを思い出すけどもね、うん、まあなんかそういう言葉もこれから聞けないのかなって思うと、うん、やっぱ寂しいなというふうには思うしね、うんうん、これからはね、前監督という立場でいろいろチームを見ていくと思うんですけれども、まあ、そうだね、うん、またねドラゴンズが強くなるために、まあでも、ね、来年からやる人っていうのはラッキーかもわからない。お、なんかこう育ててきた。いや本当に本当に、だから片岡もファームで一生懸命育てて、で辰巳監督が一軍で育てて、まあそういう形のチームが、まあ、上も力を持ったけども、うん、ファームの方はなんかこう本当に優勝争いするぐらいに、うん、今頑張ってるって言うしさ、うん、やっぱ来年あたりから花が咲くんじゃないかなって思った時に、うん、まあね譲るということだから、まあ悔しいかもわからないけどもね、うん、まあでもそれは、まあ、前監督という立場で、うん、まあ応援もしてくれるだろうし、ね、まあ見守っててくれると思うしね、うんうん、でもまあ一区切りということではね、うん、まあ本当にお疲れ様でした。ね、一旦ユニフォームを脱ぐということは本当寂しいですけど、あの姿が見られないのは、うん、あ、そうだね、まあ、またねもしかしたらそれを通す機会があるかもしれないですね、まあ、あるかもわからないし、うん、まあ、それとまたプロ野球ニュースの仲間になるかもわからないしねそれはそれでね、まあ、それはそれは楽しみやしね、うん、嬉しいことですけど ね、 そうだね、というようなことでね、まあまあ最後ね、優秀の美を飾って、うん、いい試合をね見せてほしいと思います、ね、はい、まあ、これから残りね何試合かですが、うん、これからもね、うん、中日の戦い注目していきたいと思います。まあそうだ ね、 ね、まあちょっとずっとこう注目もしてたし応援もしてたしね。そうよ、豊さんも本当なんか、市場が入りながら見るとき結構ありましたね、まあ、中日の試合はね、はい、そうだね、うん、まあいろいろこうね、うん、言われたかもわからないけども、ね、うん、まあね、ファンの方は本当に中日を持って、まあそうだね、強くなってほしいっていう思いからそういったね、うん、こともあったでしょうし、ね、まあそうだな、うんうん、まあとにかく、うん、まあでも潔くねそうやってパッと線を引いたというのは、まあ、男らしいと思うし、うんうん、だからまたね、まあ一緒に仕事しましょうね、また監督という立場離れていろんな話も ね、 ね、できなかったこともあるでしょうし、そうだな、はい、ね、またね、まあ本当一区切り、お疲れ様でした。はい、はい。